大日本帝国海軍航空隊は大日本帝国海軍の航空部隊である。海軍航空隊は海軍航空機の運用と航空船の任務に当たった。海軍省の海軍航空本部は研究開発と教育訓練を担当していた。日本軍は1910年に初めて航空機を入手して第一次世界大戦中に航空船に大きな関心を寄せて 研究開発を進めた。当初はヨーロッパの航空機を調達していたが、すぐに独自の航空機を製造するようになり、空母建造にも着手した。帝国海軍は最初から空母として建造されたものとしては、世界最初となる空母放送を1922年に浸水させた。その後、帝国海軍は余剰な巡洋戦艦と戦艦の一部を、 空母に改造する計画に着手した海軍航空隊は、防空、侵入攻撃、海戦、その他の任務に当たった。これらの任務は海軍航空隊が解体されるまで続いた。日本の航空兵訓練課程は非常に厳しい選抜による厳格なものであり、これによって質も高く勤務期間の長い航空兵集団を作ることができた。第二次世界大戦の初期には。 彼らが太平洋の空を支配した。しかし、訓練過程には長い時間を要した上、訓練用のガソリン不足も相まって、海軍は戦時中に質の高い補充要員を十分に供給することができなかった。さらに、アメリカ軍やイギリス軍と異なり、日本では訓練過程を修正して、新兵の訓練を加速することもうまくいかなかった。その結果、 航空兵の質、量は共に低下していき、その他の要因も加わって、1945年8月の終戦期に向かっては、損害が増加していった。帝国海軍航空隊の主力航空機でもあった例、式艦上戦闘機海軍航空隊の操縦士は、陸軍飛行隊の操縦士と同様に、操縦性の高い航空機を好んだ。このため、 軽量で非常に俊敏な航空機の開発へとつながった。中でも最も有名なものが零式艦上戦闘機である。これは装甲板や防弾式燃料タンクなどの装備を犠牲にして軽量化と俊敏性を達成したものであった。 日本の水上規模艦は神谷1904年の日露戦争中旅順港封鎖時、旅順港内を空から偵察することの必要性が海軍航空隊創設の動機となった。1909年3月、山本栄介が航空の研究に着手すべきであるとの意見具心書を海軍中央当局に提出し、同年7月、陸海軍臨時軍用気球研究会が発足した。 本研究では、気球を重視する傾向の強い陸軍側に、海上作戦に適する飛行機を重視する海軍は、同調することができず、1912年6月、海軍航空術研究委員会を設置した。1912年11月12日、横浜沖艦艦式に、水蒸気2機が、飛行参加し、海軍飛行機体の初披露目を行った。 翌1913年には、海軍の輸送艦は神谷を水上規模艦に改造し、多数の航空機を購入した。1914年8月23日、日英同盟に基づいて、日本はドイツに宣戦復告した。日本軍は、名目的に参加したイギリス軍と共に、ドイツの公衆湾咀嚼地と、その行政機能の中心であった三島半島の、 チンタを包囲した。包囲戦の途中の9月初め、モーリス・ファルマンの水蒸気を搭載した若宮は、ドイツ軍占領地や船舶に対して偵察を呼び、航空爆撃を実行した。その後、9月30日に若宮は、嫌いにより損傷したが、水蒸気は、ドイツ軍守備隊が降伏する1914年11月7日まで、引き続き使用された。 若宮から行われた航空攻撃は海軍が行った航空攻撃としては史上初のものであり実質的に見れば若宮が帝国海軍最初の航空母艦であったドイツ軍の守備は手薄であったがチンタオの戦いが終結するまでに航空機は50回出撃し200発の爆弾を投下した東郷平八郎元帥にスパローホークの説明をする センピル大佐1932年2月、ボーイング P-12 を撃墜した航空母艦加賀の戦闘機搭乗員たち。あとは三式艦上戦闘機1916年に、海軍は飛行隊三体を新設することを決定した。同年4月1日、航空術研究委員会は発展的解消を遂げ、航空教育機関として新たに、 横須賀海軍航空隊が開けたした。帝国海軍は第一次世界大戦中の3つの連合国の海軍における航空技術の進歩を綿密に監視し、イギリス海軍が海軍航空の分野では最も進歩していると結論付けた。1921年9月、イギリスの海軍航空技術を学ぶため、センピル大佐が率いる。 センピル教育団を日本に招へした。教育団は、センピル大佐を筆頭に29名の講師で構成され、日本に18ヶ月滞在した。ここでの教育によって、帝国海軍は、航空の訓練、技術において飛躍的に前進した。日本軍は、スパローホーク、パンサーといった、幾種類かの新しい航空機を使って、魚雷攻撃や、 航空管制など様々な技術の訓練を受けた。また、センピル教育団は、アーガスやハーミーズといった最新式のイギリスの航空母艦の計画ももたらし、このことが、法省の開発の最終段階に影響を与えた。法省は、当初から空母として設計され、建造された、世界最初の空母となった。ワシントン海軍軍縮条約の下で、日本は、 未完成の巡洋戦艦2隻を空母に改造することが認められた。それが赤木と天木である。しかしながら、天木は1923年の関東大震災によって損傷し、その代替として加賀が建造された。これら3隻の空母によって空母航空隊の戦闘協議と作戦手順の大部分が確立された。 1932年1月に起こった第一次、上海事変において、海軍陸戦隊を支援するため、2月、上海沿岸近くに進出していた第一航空戦隊の航空母艦家が所属の13式、艦上攻撃機3機と3式艦上戦闘機3機が、ボーイング P-12 戦闘機1機から攻撃を受けて、観光の搭乗員1名が戦死したものの、 これを撃墜した。操縦者は P-12 を中華民国政府に売り込み中のアメリカ人のロバート・エム・ショートだった。1937年、航空陛下の整備部門が独立し、海軍航空部門は飛行家と整備家の二陛下となった。1937年7月、路甲橋事件に橋を発して、日中間の軍事衝突は拡大の一途をたどり、 8月14日、上海の日本疎開に中国軍の空襲があり、上海にいた第三艦隊機関出雲から90式2号、水上偵察機が発進迎撃、敵一機撃墜した。翌15日、広州方面の中国軍飛行場を攻撃するため、空母、加賀より89式艦上攻撃機16機、96式艦上攻撃機13機、94式、 艦上爆撃機16機を護衛戦闘機をつけずに出撃させたところ、中国軍のカーチスホーク3戦闘機隊に迎撃され、89艦光8機、94艦爆2機が撃墜される。日本政府としても中国軍の補給施設を相当するため、中国本土への爆撃実施を決定、8月5日に海軍第一連合航空隊に対して、キサラズは、 大村基地に進駐し、南京への、かのや空は、台北基地に進駐して、南省への、攻撃命令が出た。攻撃予定日は8月14日だったが、台風のため1日順延され、かが関西機体が損害を受けた8月15日から16日に、かけて、両航空隊の96式陸上攻撃機38機での、往復 2000km に及ぶと要爆撃が、行われた。 これら爆撃業も護衛戦闘機が随伴せず、地上撃破約40機と若干の施設を破壊、防御火力により敵19機撃墜の戦果を上げたが、未機関9機、富士技含む大破3機、戦死者65名もの大損害を被った。品事変で、日中間が本格的な戦争状態になるまで、日本海軍航空隊上層部には、戦闘機無用論が台頭しており、 機種がいろいろと混ざっている中国空軍機を見くびっていた。しかし中国空軍はすべて欧米から購入した最新鋭機ばかり420機を第一線配備しており実際は手ごわく日本海軍機は中国軍戦闘機の餌食にされていた。この時点で前年正式採用されていた96式艦上戦闘機は18機しかなく急遽 全数を上海に進出させて、9月19日96艦船12機が、南京上空で待ち構えていた21機の中国軍、戦闘機全機を撃墜した。その後も96艦船は、カーチツホーク3、ボーイング P-26、ポリカルポフ I-15 や同 I-16 などに対して、戦術的な航空優勢を獲得していき、日本軍が、 中国大陸沿岸部の制空権を握ることにより、戦闘空域が中国奥地へと広がっていく。日中間で戦争状態に突入してから1941年に戦力を台米戦に振り向けるまでの間、帝国海軍航空隊は中国大陸での軍事作戦において重要な役割を果たした。 帝国陸海軍の間には、激しい競争心があったが、1937年秋に、戦域を統括していた上海派遣軍司令官、松井岩根陸軍大将は、海軍航空隊の優秀性を認めた。陸軍の戦闘部隊は、海軍の航空支援に助けられていたからである。戦争勃発直後には、陸海軍航空協定が結ばれ、北市方面は、陸軍。 中市、南氏は海軍航空隊が主担当となった他国の海軍航空隊とは異なり、帝国海軍航空隊は戦略爆撃の任務も帯びるようになって、長距離爆撃が行える陸上攻撃機を運用する基地航空隊が大幅に新設されていった。日本軍の戦略爆撃は大部分が上海、武漢、そして中継といった中国の大都市に対して行われ、 1938年2月から1943年8月までの間に約5000回の攻撃が行われた。1937年9月22日及び23日から始められた南京及び甲州に対する爆撃は抗議の嵐を呼び起こし、それは国際連盟の極東諮問委員会の決議において最高潮に達した。 イギリス外務次官のクランボーン卿は彼自身の生命の中で疑憤を表明した、こうした空襲の知らせが文明社会の全体に届いた時の底知れぬ恐怖の感情は言葉では表せない。空襲は多くの場合、実際の戦闘地域から遠い場所に向けられている。軍事目標がある場合でも、それは完全に二次的な目標とされているようだ。 第一の目的は民間人の無差別殺戮によって恐怖心を与えることのようである。1937年12月、日本海軍第三艦隊参加の第二、連合航空隊は南京を攻略する日本陸軍部隊を航空支援している際、陸軍側から中国兵が小船数隻に分譲し、南京から洋スコ上流へ逃走中。 との攻撃応戦を受け、三木森彦第12航空隊司令は、上州基地より95式艦上戦闘機、94式艦上爆撃機、96式艦上爆撃機、96式艦上攻撃機の計24機を発進させた。日本機体は、南京から約 40km 上流地点にいた、船舶数隻を当該商船軍とみなして、 村田茂春退位式96艦航隊の水平爆撃を皮切りに攻撃を行った。しかし空襲を受けた船の一隻は中国在住アメリカ人保護のため様子港の紹介任務についていたアメリカ海軍の砲艦パナイ号であり、日本機の攻撃開始から2時間後に沈没する。死者3名、重軽傷者48名だった。第3艦隊司令部は、 南京付近のアメリカ海軍艦艇の存在を把握していたのだが、現場の航空部隊にはその情報が伝えられていなかった。パナイ号撃沈を知った第三艦隊司令部は、翌13日、飛行機隊の指揮官4人を、上海の機関出雲に出頭させて、事情聴取し誤爆だったとして、結局、三波定造第二連合航空隊司令官の、 公鉄、与内三政海軍大臣から直接4人の飛行機隊指揮官へ開国アメリカ側に賠償金320万ドル余り支払うなど約2週間で外交的に決着した。日本軍は観光に進出すると陸海軍による重軽爆撃に踏み切った。海軍は96式陸上攻撃機で空襲したが援護すべき。 海軍戦闘機は96式艦上戦闘機を含め航続距離が短くて重慶の手前で引き返さざるを得ず護衛が帰った96立航は重慶上空で中国軍機の迎撃を受けていた1940年7月艦航の第12航空隊に正式採用前の12式艦上戦闘機が配備される9月13日 96立港の護衛で、重慶に飛来した零戦13機は、中国軍27機と交戦し、被弾4機の損傷のみで敵機を全滅させる。零戦は、長大な航続距離を生かして、広大な中国戦線を圧倒。1941年9月までに敵を100機撃墜、160機、地上撃破し、喪失は3機のみであった。これ以降、 中国軍機は冷戦との対決を避けて、日本軍基地をゲリラ的に襲撃するなどの戦法しか取れなかった。1941年12月7日、発艦準備を行う空母、昇格の搭載機。1941年4月、海軍の空母軍を一つに集約した強力な打撃部隊として、第一航空艦隊が編成された。日本軍は、 合計10隻の空母を保有しており、そのうちの6隻は艦隊空母、4隻は小型、海藻空母であった。また、1941年1月、外地方面担当の基地航空部隊として、第11航空艦隊が編成された。1941年12月8日、帝国海軍は、ハワイの真珠湾を攻撃し、アメリカ太平洋艦隊を無力化し、 航空機188機以上を破壊した。日本軍側の損害は航空機29機であった。同日から13日まで台湾に進出していた第11航空艦隊所属の船舶連合隊がフィリピンの米軍基地に空襲をかけ、同地の航空戦力を無力化した。12月10日には、 普通院に進出していた11交艦所属爆撃機体がイギリス海軍のプリンス・オブ・ウェールズとレパルスを撃沈した。その後もマレー半島、ラニンでの航空戦は日本海軍航空隊に一方的に優勢な状況であった。海戦当初、日本海軍航空隊には新型の零式艦上戦闘機の配備が間に合い、また搭乗員は島事変を経験した。 熟練搭乗員が多く、新規搭乗員にも十分な訓練時間が与えられていた。一方で連合国側航空隊は、実戦経験者が少なく、太平洋方面に配備されていた、航空機は旧式の機種が多かった。この一連の戦いにおける飛行機の威力は、大環境法主義の終焉を告げるものであった。この先訓により、大敗した。 米海軍では直ちに航空主兵の方針に切り替え、心臓の高速戦艦さえ、空母の直接護衛兵力に使用することになった。一方日本海軍では、飛行機の威力に対する認識は深まったものの、戦艦主兵の思想は依然として根強く、傭兵や軍備の中心を航空に転換するにはなおも時間がかかった。1942年5月の35海海戦では、 空母、サチオトリが沈没、空母、昇格が大破し、日本海軍航空隊の海戦以来の連勝が止まった。6月のミッドウェイ海戦では4隻の空母が沈没し、母艦飛行機隊は大打撃を受けた。このミッドウェイ海戦を太平洋戦争のターニングポイントと見る文献が多い。8月に、 ガダルカナル島に米軍が上陸を開始すると、以降約1年半にわたって、ソロモン諸島近海で、激しい航空消耗戦が行われた。日本側は、多くの熟練搭乗員を失い、新規搭乗員の訓練は間に合わず、搭乗員の技量は低下していった。1944年6月、マリアナ諸島をめぐる戦いに伴う和合作戦を呼び、マリアナ沖海戦では、 米機動部隊によって基地航空隊、空母航空隊ともに壊滅した。日本の空母航空隊は実質このマリアナ沖海戦によって無力化し、以降立て直すことはできなかった。神風特攻隊の突入した米空母戦闘路を10月には米軍がフィリピンレーテ島に上陸した。在フィリピンの日本海軍航空隊は その直前に、米機動部隊のフィリピンへの空襲及び、台湾沖航空船によって、航空機の大半を失っていた。給与の策として、航空機に爆弾を装備したまま敵艦に突入させる、特別攻撃が行われた。特攻は、当初一時的な作戦であるとされたが、結局向上化し終戦まで続けられた。海軍の特別攻撃隊は、 第一オタ特別攻撃隊や、アズサ特別攻撃隊他ごく一部の例外を除き、神風特別攻撃隊の名が冠された。九百四十五年になると、日本本土でも、マリアナ諸島、伊洋島、沖縄県から飛来する、米陸軍機や、日本近海に接近した、連合国機動部隊から発進した、艦載機によって、頻繁に、日本本土空襲を受けるようになった。 飛行機工場は破壊され訓練用の燃料も不足がちで、本土上空の制空権確保もままならなくなっていた。8月15日に終戦となり、武装解除によって残存していた。航空機も一部の例外を除いてすべて破壊された。形式上残っていた組織も11月30日に海軍省が廃止されたことに伴い消滅した。 1941年12月16日から1945年3月20日までの帝国海軍航空隊の戦死者数は搭乗員14,242名及び士官1,579名であった。海戦時の航空兵力海戦時、帝国海軍航空隊は2,900機以上の航空機を定数としていた。日本海軍航空隊の組織は、 時期とともに変遷するが、ここでは主に、太平洋戦争開戦当初の1941年後半から1942年、初め頃の組織編成について述べる。名雲た雲忠和中将立式する第一航空艦隊には、当時の日本空母10隻中8隻が所属していた。精鋭の登場員が集められ、各空母飛行隊に所属した。飛行隊の大きさは、 任務と上艦する空母の方によって様々であった。中型以上の空母には3種類の航空機が搭載されていた。小型空母は2種類の航空機のみ搭載する傾向があった。空母以外にも戦艦、巡洋艦、水上規模艦及び大型潜水艦には水上機が配備されていた。1942年2月。 対空砲火を受ける日本軍の爆撃機編隊。オーストラリア海軍の巡洋艦ホバートから撮影。日本海軍は沿岸の地上基地に配備した航空隊も保有していた。外地担当の作戦部隊は塚原243中将が指揮する第11航空艦隊に属していた。11航艦には艦上戦闘機、陸上攻撃機、陸上偵察機のほか 飛行艇や水上偵察機も配備されていた。海戦直前には主に台湾、仏印、内南洋に展開していた。海戦当時の航空兵力は第3艦隊、第4艦隊、第5艦隊、及び連合艦隊に付属する部隊もあった。それぞれの航空艦隊は一つあるいは複数の航空戦隊で構成されていた。 航空船体は2つ以上の航空隊で構成された。空母航空隊の場合は、空母の搭載数にも夜が12から72機の航空機と予びの航空機4から12機で構成された。地上基地航空隊は、9機編成のいくつかの分隊で構成されていた。これは、帝国陸軍航空隊における中隊に相当する。それぞれの分隊は3つの小隊に分けられ、 それぞれの小隊は3機の航空機で構成された。1944年以降の戦闘機体小隊は航空機4機編成となった。他国の航空隊と違い、多くの操縦員は貸士官や兵であった。太平洋戦争の海戦当初の海軍航空隊には、地名が特設航空隊には番号名がそれぞれ付与されていた。地名を付与される海軍航空隊は、 通常は特定の海軍基地に配されていた。外戦部隊の指定を受けた各海軍航空隊とすべての特設航空隊は1942年11月から3桁数字の番号を割り当てられた海軍航空隊名に改称した。戦死総書第95巻海軍航空外史に記載のある1942年11月1日に施行された。 海軍航空隊番号付与標準での航空隊番号各桁の意味は以下の通り帝国海軍は太平洋戦争開戦時には3種類の航空機命名規則を使っていたそれらは試作機を示す未の命名規則形式番号による命名規則航空機略号による命名規則である新しい設計ができると最初は 試作機であることを示す、未の番号が命名される。この番号は、元号の年号に基づいて命名された。例えば、三菱の霊式艦上戦闘機は、最初に、海軍十二式艦上戦闘機と命名された。航空機が生産に入ると、正式な形式番号を与えられた。霊式艦上戦闘機の、例は、西暦1940年にあたる。 後期2600年の下2桁から命名された。また1942年以降、航空機には、アルファベットと数字による略号も与えられた。したがって、霊式艦上戦闘機の最初の生産時のバージョンは、A6M1 となる。上述の形式番号が命名された後、 さらに小さな変更が加えられた場合は、上述の命名の後ろに小分類番号を付した。略号のうち、製造者名までのところは、その設計の機体が退役するまで変わらない。航空機の設計目的が変更された、いくつかの場合、すでにある略号の末尾にダッシュと二つ目の型名を、示す文字を加えることにより、新しい使用目的を示した。ありがとうございます。